なんかジャンプをできないと。あ、もうマジでほら見て、これ聞こえる？キーボードを破壊しようとしてたんですけど、ジャンプができないんですよ。スペースボタン押してもね、ほら、オーマイ、ちょっとこれ大丈夫かと。皆さんね、ジャンプしないで、どうやってクリアするんだい？マイタ、ラー！見ろこれ。おー、何これ。これもう、意味ないやん、これ変えたら。ジャンプボタンオンにするって。なんだこれもう、ただの普通の、普通やん、それ。でも皆さん見てください。だからこれね、これジャンプすれば、いけるよね。って思ってる。ね、ジャンプすればいけるよね。なっちゃうわけですよ。だからいかに今日はジャンプをせずに、あ、もうなんかでも癖でなんかやっちゃいそうだね。で皆さん安心してください。安心してください。ね、なんでかっていうと、私はですね、今まで生まれてきたからジャンプしたことないんですよ。現実世界で。だから現実世界でジャンプをしたことがないっていう方はね、高評価のチャンネル登録を押せば、あらと、ね、こんな楽しい、愉快なこともできると。おー。見てください、これね。これジャンプしたらもう余裕できるんだよ。ただしジャンプできないからもう時間かかるっていうね。なんだこれ。あ？これだからあれだよ。これはね、勢いを殺してしまうといけなくなってくる。なるほど。どんどん難しくなってくるね。あー、オッケー。よじ登っていく感じですね。わかりやすい。非常にわかりやすい。ちょっと、頭を使うようになってきちゃうというわけで、皆さんね、バカだと、やっぱクリアできないと。なんだこれ。そういうの、いいと思ってるんですよね。見てください、こいつ。こいつを先行けて。これなんですよ。誰かしらを犠牲にすればいいんですよ。Go! 行け！ドゥイーおー！こっちはね、こっちなんですよね、皆さんって。OK 。やばい！あいつ、分かってないぞ、あいつ絶対。何？オッケー、皆さん。あ、待って、なんだっけ？緑だっけ？うわ、やられた、皆さん。こいつはこの人なんかじゃない。ちょっと待ってよ、これ何これ？おー、ウォールマリアがあるというわけで、皆さん、進撃の巨人が最近アニメが終わったというわけで、非常に悲しかったの。あ、死んだね。まあ、今の人はしょうがないんですよ。進撃の巨人が終わった犠牲となったのね、エレンのために今の人は死んだと。これだ、これ消えるやつだ、後ろが。でも皆さん、安心してください。安心、なぜなら、吐いてます、皆さんね。吐いてるから、心配する必要ないんですよ。おー、わー、おー、っていうね、迫り来る階段も障害物も避けて、なんだこれ、たまたま。虹色たま、ちょっと余裕なんですけど。ちょっと。こんなんで、俺を止められると思ってんですよ。ジャンプできないからって言ってね。えいよー。あ、待って、でも、あ、なんかこいつ、墓地でかっ。あー、これあれだ。正しい方向に進んでいくやつなんだけど、前の人パクった、前で、行け。いいねー。さすが。なんだこいつ、普通に、なにこの人。お前ヌーブがいいんだけど。見て、俺のために頑張れと。これピンクですね。今人落ちてたからね。で、この人、こんにちは。Hey, yo, what the fuck?おい、皆さん、こういう感じなんですよね。こういう感じ、皆さんダメですよ。ダメですよ。知らない人のね、近くに行って。で、めっちゃ鼻ですすったらダメですよ。多分通報されます。敵じゃないんですけど、俺の。なんか巨大な人いんだけど。わあ、これパックマンじゃん。え？おい！見えるやん。なんだこの世界一簡単な迷路は。はい。ここへ開きますよね。で、これ、たまたまを数えてくるんですよ。1、2個、3個たまたま、4個たまたま、5個たまたま、6個たまたま、8個たまたま、いろんなたまたまがあるってわけや、なんと。たまたまコースも無事クリアされたわけで。え？ジャンピングスタイル？ジャンピングスタイル？ボイーン。あ、終わった！なんだよ、これ！あ！え？ま、終わったんだけど、俺。ジャンプできなくね？お前、ちょっと待って。おしっこ出そうになって、今。え、なにこれ？走れないの俺。すべて殺すってあんだけど。なんだその、残酷な課金は。すべてのプレイヤーを殺そう。お前なんか怒り狂ってる。よだれめっちゃ出てる壁があるんだけど。あざなら。おう、ノー！え、これ死ぬ？ゴー、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 ゴー。えいよ！ちょっとあんたよだれ垂らしてないで。拭きなさい、ティッシュか。トイレットペーパーで汚いな、ほんとにね。確か俺もよだれ垂らしたことあると。ね。寝てるとき、巨大なオレオが食べたくて、朝起きたら、よだれ垂らしてしまう時もあると。
でもそれは人間なんですよ。誰しもよだれ垂らしちゃうことがあると。それどうしますか、そういう時どうしますか。皆さん拭くんですよ、しっかりと。拭かないやつはやばいと。臭い臭いよ本当にね。よだれそのままにしちゃうと臭い臭いやつになるというわけで、皆さん臭い臭いやりたい、臭い人になりたくない方はね、マスクグッズ買えば安心してください。皆さんよだれたどいててもマスクグッズがあれば、身につけていれば完全に大丈夫。皆さん全然大丈夫ですね。検証済みです。俺の友達のマッチョ君はね、いつもよだれ垂らしたんですよ。でもこの前マスクグッズ渡しましたね。そしたらなんと彼女できました。はい、もう当たり前なんですよね。たとえよだれ垂らしててもマスクグッズを身につけていればそれ以上の素晴らしさ、それ以上のなんかね、超えちゃうんですよ。やっぱり全てをマイナスがプラスになっちゃうと。マイスクグッズ受ければ、ね、皆さん安心してくださいね。安心してくださいと。ちなみにマッチョくんは臭いです。嘘です。ちょっと待って、マッチョへの風評被害がとんでもないことになってるんだけど、やっぱり待って、巨大なやついいんだけど。おいおいおい、もうここまで来たんだと。ここまで俺はジャンプせずに来たんだと。そんな、なんだこいつ、ベロか。そんな長ったらしい虹色のベロで俺を止まると思うなよと。もう何やってもあかんわ。何やってもな。てん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 。え、でももう結構来てない俺。これ正しいベロに行けみたいなこと？お前絶対そうだ。正しいベロに行かないと死ぬみたいな。お前って俺、皆さん必勝を決め、必勝方法、わかりました俺。見て、ほら、ちょっとだけね、歩けるんですよ。見て、ほよほよ、だから緑ね。おい、緑だからできよ。ほよほよ、これ青だよ。え？俺ちょっとすごくね？ちょっとこの長ったらしいベロの上歩きたいとは思わなかったと。お前歯めっちゃ黄色やないかと。歯を磨けと。なんだこの世界にいるやつだ。よだれめっちゃ出てるし、歯も汚いし。何ここ。お金？マネーゾーンじゃん。はい、虹色ゲートを通り抜けて、あらと、あら、何があるの？虹色の先には、なんと、女の子がいると。待って、こうやって落とせんの？サメいいんだけど、サメ。見て、ちょっと待って、おかしいと。そんなの聞いてないと。オッケー、サメに来たから。あら、壊れかけの橋も、ジャンプしなくても、あ、なんか飛び回ってるやついるね。課金してるね。せこいね。我々は課金なんてしないんですよ。たとえ課金できたとしてもしないんですよ。なぜなら、自分自身の力で、クリアしたいから。あ、待って、レインボーロードみたいなのあるよ。これ死なない。全然大丈夫です。皆さんね。意外と優しいんですよ。めちゃくちゃ飛び跳ねてる人いね。その能力ちょうだい。なんかフリースピンあんだけど。いらな。おー、こういうことだったのね。皆さん。俺は神の力を手に入れたのかもしれない。俺は神の力、なんだこれ？歩けるんだけど、普通に。左行くか右行くか？左なんですよ。俺はね、右か左かどっちか選べって言われたら絶対左行くように決めてるんで、人生。はい。で、それで死んだらもう、どんまい。待って、あれじゃね？ちょっと、もしかして、ノーダメ？ノーミスでクリア？一回も知らずにクリアできるのか？まいったら、ブロー。これもしも、ノーミスでクリアできたら、拍手お願いします、皆さん。レインボーロード、かかったらなんと、レインボーロードかかってます。死んでる、走れ。ゴー。おー、クリアじゃね？なんだこれ？ラッキーブロックとかあんだけど。ちょっと待って。クリア、お前、とんでもないことになった。ご視聴ありがとうございました。また見に来てね。お菓子あげるよ。だから絶対見に来てね。高評価も押してくれたらすごく喜ぶので、ぜひぜひ押していってね。お菓子もあげる。